皆さんおはようございます。本日は2024年9月29日です。昨日で今カメラに映っております松山駅の地上駅の運用は終了いたしました。そして奥で高光と光り輝いている高架化された松山駅の運用が本日開始されます。え今回 めちゃくちゃ眠い目をこすりまして、朝早くからこの松山駅に行ってきましたので、その様子をご覧ください。朝の5時半前には着いてたんですけれども、えまだえ入場の許可はされないという感じで、5時40分頃にですね、えこのパーテーションを取っ払ってえ入場開始みたいな感じでしたね。あの、ポップテピピックのあの、 ステイステイステイ,ステイっていうあの画像をちょっと思い出した感じですでこれ、えー、5時40分になった様子ですねゴー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 といった感じでしょうか、まあ、もちろん駅員さんの、えー、先導には従いまして、えー、列をなしてですね皆さん押さないかけない走らない、えー、避難訓練のように順次入場することになりました昨日まで営業しておりましたこのじゃこ天うどん屋さんもですね えもう閉店しておりましておそらく営業することはもうないのでしょうここら辺取り,か取り壊されて多分再開発とかされるんでしょうね駅前広場とかロータリーとかになるのではないでしょうかそしてかなりエモいのがこの旧松山駅の駅舎および線路の上を渡りまして、えー、新しい松山駅に向かうという何とも歴史を感じるような、えー、そんな入場の様子でした 正直言って松山市には縁もゆかりもない北海道生まれの私ですが何かこう込み上げるものがありましたね。感動的というか歴史の転換点に今立っているというか立ち会えたというかえとにかく感動ものでした。そして入ってきたのがこちらの新駅舎。昨日もプレイオープンで若干入場はしたんですけれども それでも多くの人がこの場所をですね皆さんそれぞれの道具を使いまして映像に収めていたのが印象的でしたそして報道カメラの数もですねめちゃくちゃ多かったですね愛媛ローカルなのかあるいは NHK とかの全国ネットなのか知りませんけれども多分どっかのカメラに僕も映り込んでるんでしょうねそしてお返しにという感じで,ですね僕もスマートフォンのカメラで撮ってやりましたよ まあこういう開業日とかはね、取られ取り合い当たり前ですからね、ある程度仕方ないですよね。えそして、自動切符売り場で入場券を買いました。余談ですけど、入場券ちょっと高めですよね。190円もするんですね。えそして、新しい電光掲示の列車案内表です。新松山駅、これからよろしくお願いしますと掲示板にも書いてありますね。 そして、この新しい松山駅の一番列車は、特急潮風石津6号岡山高松行きになるみたいです。ダイヤ上はこれよりも早い列車があるんですけれども、5時台の列車は全部代行バスによる運転になっていたみたいで、新しい列車駅舎に来る列車は6時台からといった、そんな運用になっていたみたいです。 では、2階のコンコースを巡ってみましょう。このように待合室もおしゃれな椅子が並んでおりまして、大変列車までの時間をくつろげる、そんなスペースになっています。いろんな自動販売機、なんか今治タオルも売ってるような自動販売機とか、冷凍食品の自動販売機もありまして、結構時間を使うことができそうな、そんな空間でありました。多分、台湾に松山って、 同じ漢字を書く都市があるのでその掲示もありましたね、えー、そして新しい駅舎といえばこちらトイレチェックが重要です、えー、旧駅舎のトイレはそれはもう狭くて汚くて古くてちょっとまあ僕からしたらうーんっていう感じでした、ね、が、えー、このように新築されましてね3、えー、面3線といったところでしょうか えー、しっかりと充実したトイレになっています。えー、これで模様しても安心です、えー。駅の正面にありましたアンパンマンのオブジェもですね、こちら新駅の方に移ってきました。やっぱりね、四国といえばアンパンマンですからね、柳瀬隆さんは偉大です。え余、ー、談ですけども、正月に来た時のなんか何らかの罪を犯して幽閉されてるアンパンマンの人形はどこへ行ったんでしょうか 捨てちゃったんですかね。あれもったいないなって思います。それではいよいよ3階のホームに来てみました。えー、2面4線です。えー、端的に言うと、武蔵小金井とか千歳駅を思い出しますね。地上駅時代は2面3線でしたが、えー、1線増えまして、2面4線の地方ターミナル駅として、ふさわしい規模。まあ、前もふさわしかったですけれども、えー、そんな駅になったのではないでしょうか。 ただし、ホーム長は最大で8両編成になっている模様です。さすがに、えー、特急上海号と特急潮風石槌号の重列停車はもうしないというところですので、あの、長い1番ホーム250メートルの11両編成が止まれるような、そんな長さのホームにはなっていませんでした。またね、 えー、3番線、4番線は普通列車中心の運用になるんですけれども、有効庁が1番線、2番線、特急列車用のホームと同じように、えー、8両分ですね、えー、確保されていたのが印象に残っています。設計者によっては、えー、特急ホームのみ、えー、長めのホームにして、えー、普通列車用のホームは、まあ、そんな4両編成とか6両編成とか、 ホームを縮めるみたいな、そういう設計をしてくるような人もいますからね。そして、この新しい新駅の一番列車となります、特急潮風一槌6号が入線してきます。渡り線を渡りまして、二番ホームに入線してきます。だいぶ入線までじらされたので、おそらく車両基地から ゆっくり試運転も兼ねてこの8両編成の列車がやってきたんではないかなと思いますそう回送ではなく試運転の表示がですねこの電光表示にされていたので、まあ、そういう意味合いもあっての、えー、最初の入線になってたんじゃないかなと推察します えー、続々とやってきます。反対方向の試運転の列車もやってきましたね。まあ、これでオールオッケーという感じでしょうか。やっぱり8000系の先頭車ってかっこいいですね。シュッとしてて、えー、空気抵抗をなくしそうなデザインをしています。8両編成がちょうど収まるような有効長になっています。まあ、そのためこの8000系のね、 えー、先頭車をね、かっこよく撮るのは地上駅ホームの時の方が簡単だったかもしれないですねそう、サムネ撮るのにめちゃくちゃ苦労するかもしれませんまあそれは YouTuber の、えー、得意な事情ですよね割と、えー、そそくさと発車していきます地上駅から受け取りましたバトンを えこの高架駅の一番列車の石土潮風号が受け継ぎますえここから何百本何千本とこの高架駅から発車する列車の先駆けとして岡山高松方面へと向かっていきましたおそらく何十年にもわたるであろうこの高架駅の 歴史を刻み始めました。いいですね、この松山を出るとすぐ左に結構急な角度でカーブしていくんですけど、こうやってカーブに吸い込まれていく長い編成の列車を見るのが皆さん好きですよね。俺も大好きです。え、辺りが明るくなってきたので、外の景色を見てみますと、このように え、周辺の松山市街を見ることができます。また、え、下の土地はですね、もともと松山運転所だった土地なので、おそらくロータリーですとか、あるいは、え、伊予鉄の松山市電の新しい駅等が整備されるでしょう。え、そして、式典用のくず玉もありました。え、中山き二君を連れてきて、It's my life! って言って、 いやーってやってほしいですね。まあ、そんなことはしないでしょうけど。でも、くず玉と言われると、最近、中山きんに君を思い出してしまいます。えー、こちら、ショッピングモールとなっています。えー、コンビニのセブンイレブンはやっていたんですけれども、えー、お土産屋さんですとか、お寿司屋さんですとか、えー、そういったものは、さすがにまだ開店前です。5時半からやってくれたら、それはそれで根性あるな、気合入ってるなって思って、 えー、だいぶ評価したんですけれども、まあ、そんなことはあらへんがなっていうところですね。おそらく10時とか11時くらいになったら、えー、ここら辺も開き始めて、えー、そこら辺でようやく新しい松山駅の全貌が見えるのではないでしょうか。では一旦ホテルに戻って、この動画を編集しているわけです。明るくなってきたのでね、ちゃんと旧松山駅の、えー、様子を見ることができます。 もうスタンドバイミー状態ですよね。線路の上を歩いてるんですから。では、えー、速報としてね、えー、だいぶ編集も荒い感じになっているんですけれども、えー、この動画を締めたいと思います。このありえない角度、線路の上に立つありえない角度から、えー、こうやって動画を撮ることができるのが、この新旧の切り替え機のいいところですよね。では、次の動画もよろしくお願いします。バイバイ。